琵琶湖タワーは、滋賀県大津市今片田にあった、展望塔であり、それを含む、遊園地の名称である。大阪府大阪市に本社を置く二見観光が、運営していた。琵琶湖大橋と言い5ス108,965年、国道161号と琵琶湖大橋が交わる、立地に、ドライブインとして開業した。ドライブインの目玉は展望室が回転しながら、昇降する。 ビワコタワーで、ビワコや平山地を一望できる高さ63.5メートルのタワーであった。1967年に遊園地として拡張され、5万平方キロメートルの敷地にアトラクションや温泉付き宿泊施設、結婚式場が併設されていた。駐車料金や入園料は無料であった。また近くの満月寺浮見堂ともに仮面の忍者、 赤影の舞台として登場したこともある。1992年4月26日に、ビワコタワーに代わる目玉として、世界一の高さを誇る108メートルの大観覧車、イーゴス108が開設された。イーゴス108は、一般公募で決められた名前で、イーゴスとは、凄いを逆から読んだものである。ビワコ藩に佇む巨大観覧車は、 滋賀県有数のランドマークとして親しまれた。夜には、側面の448個の装飾灯を使って、ビワコに、優しさをという内容のモールス信号を送っていた。遊園地の主役を譲った、ビワコタワーは、バンジージャンプ台に改造されたが、遊園地の名前としてはそのまま残された。敷地内には、哀愁あるレトロなアトラクションが並んでいたほか、 京都市電全廃後には1800軽車両を3両引き取って保存していた。入り口にあった謎のロボット像や関西一円などに放映されていたビワコタワーへ行こう。遊園地で遊んで、人、風呂浴びて、宿泊、宴会。飲んで食って大人も子供も楽しさいっぱい。ビワコタワーのローカル CM でも知られた。 滋賀県内最大の遊園地であり、イーゴス百1 0 8が完成した1992年頃には、県内外から1日約5万人の来場客を集める最盛期を迎えたが、その後客足が減少。2001年8月31日に業績不振で廃業した。ビワコタワーの閉園により、大津市内、滋賀県内の遊園地は小規模なものを除きすべて姿を消すこととなった。 閉園後の後地利用は当初は、場外馬券発売所が計画されていたが、地元住民の反発により実現せず、2005年12月14日に、泉谷スーパーセンター片田店が開店し、2007年3月23日に、山田電機、テックランド大津片田店が開店した。e コス108は閉園後も解体されずに残り、現在の所有者である。 不動産会社の協力のもと、いつでも再開できるようにと二三観光の社長が、毎月一回点検、作動させて、部品の劣化を防いでいた。2013年9月より解体が行われ、12月に解体を終了し、ベトナムへ輸出。同国のリゾート地ダナン市にある、テーマパーク、アジアパークの園内に設置され、サンホイールと命名される。高さは、 ビワコ時代の108メートルから台座を含め115メートルに変更された。また、当時園内にあった怪獣のうち1体は赤くお色直しされ、大見今津駅近くの理髪店の庭に火の用心やシートベルト着用を呼びかける上りを抱えた姿で設置され、足元にはビワコタワーと書かれた台座が当時のまま残されている。ありがとうございます。